それでは、えっ、ー、と、learn.wordpress.org、クラシックとブロック、今こそ知りたい2つの違いということについてお話しします。よろしくお願いします。はい。えーと、早速なんですが、クラシックエディターとブロックエディターの違いは何でしょう、うん、というところからですね。うん。えー、わかりますかそして、この、 クラシックテーマとブロックテーマの違いは何でしょうはい。まずは、このワークショップにおいては、この2つ、それぞれ、このクラシックエディターとブロックエディターの違い、クラシックテーマとブロックテーマの違い、それぞれを明確に説明して、その上で、クラシックとブロックで手法が異なりますよっていうことや、じゃあそれをどうしたらいいのかな、みたいなことを話していきたいと思います。うん、で、えっと、これ今ですね。 基本的には延々喋りますので <laughs>、皆さんの反応が基本的には見えませんので、えっ、ー、と、このチャット欄でですね、おーとか、えーとか、なるほどとか、知らなかったとか、なんか書いといていただけると、ちょっとだけありがたいかなって感じです。あの、一番ピンチなのは、画面共有されてると思ってて、実は画面共有もされておらず、えっ、ー、と、なんかずっと喋り続けるみたいなことがあったら困るかなと思っています。 よろししくお願いしますでは、まずあの、おそらくこちらはご存知だと思いますが、クラシックエディターとブロックエディターの違いからいきましょう。えまず、クラシックエディターとブロックエディターの違い。ワードプレスの5.0よりエディターがえ新しくブロックエディターというものに変わりました。うん、と導入されましたという言い方でしょうか。そして、それまでに利用されていたエディターのことをクラシックエディターと呼ぶようになります。これまでは そのブロックエディターが出る前は通常のエディター、とビジウィグエディターとかビジュアルエディターと言われてたものですが、それをクラシックエディターと呼びましょうという形になりましたというところです。で、えっと、基本的にはこれ間違ってますね、いきなり。ブロックエディターを使いましょうというのが今の流れかと思います。あの、まだまだクラシックエディター使ってますっていう方も、あの、ミートアップとかでもたまにあの見えるんですけども、あの、基本的にはこれから先の開発や あの便利な手法の方法で考えると、クラシックエディターよりもブロックエディターを使っていた方がきっと便利ですし、最新の機能や様々なものが使えます。そして、この後ご紹介するブロックテーマも利用いただけますので、ぜひ、クラシックエディターからブロックエディターに移動していただければなと思います。で、一応念のため確認しておきましょう。えクラシックエディターはビジュアルモードと HTML のタブのあるモードですというふうに書いてありますね。えっ、ー、と、これが今、多分私がクラシックエディターにしたはずあ、これですね。 えー、もはや懐かしい感がありますが、入力して、ここに、えー、入力できるという形のものです。ここでね、えー、と見出しを H2 にできたり、えーと、こういうふうにできるものでした。で、ここをこうやって、えー、太字にしたり、ここをこうやってなんかリンクにしたりできるという形ですね。まあ、これでもよかったんですけどね。で、こっち HTML で書けます。で、クラシックエディター使われている方の多くは、こうやってなんかこう、なんていうんですかね。うんーと ブロックエディター、知らないな、HTML エディターで使われているって方も多かったかなというような記憶があります。はい。で、えっと、これに対して、えっと、ブロックエディターっていうのはこちらになります。よいしょ。こちらですね。えっ、ー、と、このように、すごい非常に白くシンプルな形になりましたけども、えっ、ー、と、こういうふうにタイトルを入力し、えー、ここでブロックを入力します。ブロックから、例えば段落ブロックを選ぶと、段落と入力できる そして、えー、見出しブロックを入れると見出しがあって、このようにブロックがどんどん入力できるというものになります。まあ、リストを入れるとリストが入って、えーと、画像ブロックを入れると画像が入れられるようになるというものが、えー、とこれが、うん、とブロックエディターというもので、このように、のそれぞれがブロックですね。ブロックとして並べられており、それらを組み替えたり、うん、とそれらの内容に対して、 えと色をつけたりというような形で、えー、とデザインをしていくという内容になります。えー、とこれまでのビジュアルエディターよりもより直感的に動かせるようになったというのがポイントでして、例えば、ここのに置いて、えーと、カラムっていうふうにすると、例えば3列のカラムを作りましょうってなると、このようにこうやって、えー、今までできにくかった3列のものが簡単にできるようになりますよといったような内容になります。 はい、これがブロックエディターですというところです。はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、これがブロックで、えっ、ー、と、組み合わされた内容をもとにやっていくというものになります。今、画面共有されてます今、ピロンってなったんで、画面共有されなくなった可能性を感じていますが、大丈夫ですか大丈,夫大丈夫だと信じましょう。はい。で、えっ、ー、と、ブテンベルク、うんと、 大丈夫よかった、えっと、ブロックエディターを含む、えっと、プロジェクトとして言われています。ワードプレスのブロックエディターはグテンベルクだよねみたいに言うのを伺あの聞かれたこともある方もいらっしゃるかもしれません、えっと。グテンベルクプロジェクトっていうのはブロックエディターだけじゃなくてそこからさらに派生してさまざまな便利な機能を提供するという内容になっている一つの大きな一連のプロジェクトというような意味合いになっています。そして目指すべきフェーズとしては4つのフェーズがあります。 まず最初はより簡単な編集。WordPress で既に利用可能で、継続的に改善されてますというふうに書いてありますが、要はこれがもともとのブロックエディターの部分です。えー、とより簡単に、より見栄えどおりに編集できるような機能があった。で、もともとフェーズ1だけ出したので、ブロックエディターイコールグテンベルクみたいなイメージでした。えー、そしてそこから、 残り3つがありますよ。ということで、最近全部一応実装できて、今も改善され続けているのがカスタマイズの部分ですね。えー、完全なサイト編集機能の追加。えー、そして、ブロックパターン、ブロックディレクトリブロックベースのテーマというふうになっています。これが、えー、これからご紹介するブロックテーマというものになります。えー、と要は、ここのブロックが非常に便利で使いやすいので、えー、この内容を使って サイト内のヘッダーやフッター、サイドバーやテンプレート、そういったものもこのブロックで編集してしまえばいいじゃないのていうことを実現するのがこのフェーズ2カスタマイズということになります。そして今は次の段階に進んでましてコラボレーションという段階に進んでいます。こちらはコンテンツを共同執筆するためのより直感的な方法ということになってましてどういうことかといいますとワードプレスが グ、えーグルドキュメントみたいに、もしくは Figma のように同時編集できるっていうふうになります。この編集画面において、えー、とじゃあ私こうやって書き出したら、えー、他の人のカーソルがここに出てきて、じゃあ私この辺書いてる、A さんがここ書いてて B さんがこれ書いてるとか、えー、一緒にじゃあヘッダーのイメージどうしましょうかっていうのを一緒に作業するとか、えー、そういったようなことができるというふうに、えー、機能の拡張を目指して開発が進んでいます。 さらにこの後は多言語化の実装という形になってまして、えー、と今はプラグインを利用しないとサイトの多言語化というのは実現してないんですが、そこの部分をコアが取り込んでブロックエディター上で多言語化を実装しようというふうになるのが次のフェーズとなっており、このブロックエディターのプロジェクトであるグテンベルクにおいて今進んでおり、ここのブロックテーマのことを今日は説明したり、ブロックエディターのことを説明しますよというのが今日の内容ということになります。はい はいじゃあ、これでどんどんいきますね。はい、ありがとうございます。では、えー、と続きまして、ブロックエディターの便利な使い方をご紹介します。うん、と今、そうですね、ブロックエディターを使われている方がどのぐらいかっていうのもちょっと聞いてみたいな。えっと、今、参加されている方で、ブロックエディターを利用されている方はどれくらいかをちょっと聞いてみようかな。えっと、c r e a t e p うんとマルチプル。ブロックエディターを利用していますかえー、エス、ノの I、はい、ですね。こうしましょう。セーブ。はい。で、ローンチ。はい。えっ、ー、と、今、じゃあ、もう一度戻っていただいて、こちらかな。ポル、ポルのところに行っていただいて、チャットの方に URL あると思いますから、えー、こちらから回答の方をお願いします。 あ、21人。もう早速回答いただきました。ありがとうございます。開,開票ドン、ドン。えっ、ー、と、あ、Yes82%、No21%。なるほど。なるほど、なるほど。おー、なるほど。ありがとうございます。あの、No の方も全然ね、えー、そういうサイトが重々あることを承知しておりますし、えー、もしよろしかったら今日のタイミングで、ちょっとでも便利と思っていただけたらなと思います。はい、では行きましょう。えっ、ー、と、ここですね。ここだけで、前回1時間喋ったんがあるんです。 <laughs> でえっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、ちょっとだけあのご紹介するようにします。えっ、ー、と、ここ半分半分にしまして、うんと、こっちのローカルの方でやろうかな。はい。で、投稿、新規追加というふうにしますね。はい。あ、これが、それで、えっ、ー、と、クラシック、ブロックエディターに切り替えて、ここからですね。はい。えっ、ー、と、では、ここに入れますと。 はい、入れました。これ、あの、民調体になってますけど、これは気にしないでください。別にご縮体にできます。<laughs> あの、んの問題もだけできます。でですね、えっ、ー、と、いくつか便利な内容をご紹介するとすると、まずは、うんと、そうですね。えっと、これが、あ、これが既存のやつですね。で、こっちですね。はいはい、こっちですね。はいはい。うんと、これ。えっと、まず、何も考えずに改業だけで、 どんどんブロックが追加できます。今もやってましたけども、えっと、なんか適当な、これをぺった貼っつけたら、まあこういう風になっていくという感じですね。うん、はい。ただただ、開業をやっていくと、段落ブロックが増えます。うん、この時点で便利ですね。うん、で、えっと、ここにおいて、うんと、このマークダウンをやってみましょうか。この見出しをつけたいときに、うん、えっと、シャープで見出しが呼び出せます。シャープ、スペースってやると、見出し1になります。 見出し1。で、また段落入れて、で、シャープ、シャープ、スペースってやると見出し2になります。見出し2。で、えっと、シャープ、シャープ、シャープ、スペースで見出し3。シャープ、シャープ、シャープ、シャープで見出し4というふうになります。うん。そうですね。Notion とかでもそういうありますよね。はい。そして、えっと、ハイフンでリストが使えます。えっと、ハイフン、スペースでリストになります。今分かりましたかね。 えと半角で、ハイフン、スペースってやるとリストになります。えっ、ー、と、また、1ドット、スペースってやると、数字のリストになります。こんな感じですね。はい。っていうのが、あの、非常に便利かなと思いますので、もしよろしかったらご利用ください。はい。えっ、ー、と、マークダウン苦手です。わかります。わかる人。<laughs> あの <laughs>、でも、あの、マークダウンって言うとちょっと面倒ですけど、このシャープとハイフンぐらいであれば、 あの簡単に覚えれるんでいいかなと思います。で、そういう方、あのマークダウンもちょっと覚えにくいわということは、スラッシュコマンドだけ覚えていただくのがいいかなと思います。えっと、ここから毎回ね、こう、ここから毎回、こう、プラスマークからいろいろ選んだりするよりも、ここでスラッシュってやると、えー、ここに何かしら直近のものが出てきます。そしてここで えと例えば画像ってやると画像が選べるようになります。要はスラッシュコマンドで、えー、と検索ができるようになるんですよね。IMD ってやってもイメージは出てきます。あとヘディングってやって見出しにもなりますし、見出しって書いて見出しもできます。えっ、ー、とグループ、グループっていうようなことも選べますし、えっ、ー、とっていうふうにこのブロックをつどつど呼び出すときに、 本当はここから選んで、ここから選んでやるんですけども、今日皆さんもうすでに慣れられてるってことだと思うので、こうやって、こうやったときに、じゃあここに見出し入れたいわってときにスラッシュで、これまでに使ったものはすぐ出てきますからで、ここでこうやっていただくとより早いかなと思います。はい。うん、で、えっと、次にですね、この、う ブロックナビゲーションっていうのがありますので、それを使うと良いかなと私は常々思っています。このこれですね、ブロックの、えー、とグループごとのレイヤーというような表現が分かりやすいでしょうか。えっ、ー、と、ので、この見出し2をこっち側に移動するぜって時にもこういうふうにできますし、えっ、ー、と、ありそうなのは、こことここの間に何か足したいんだけどもってなった時に、なんかこう、プラスマークなかなか出てこないですね。<laughs> っていう時には、ここから うんとここで、後に追加っていうふうにすれば、こういうふうに入れやすくなります。えー、ので、こういうふうにしてブロックのえとそれぞれの中身を見ていくのがいいかなと思いますね。でまた、このレイヤーは複数選択できますので、こうやって選択して、ここの点々点から、例えばこれをグループ化というのができます。そしたら、例えばですけど、ここが割れ、 我れについてという形で、まあ、ここが我々についてのコンテンツだったとしましょう。さあここからここまで選択して、これをグループにしておいて、はい。これでグループとして、我々についてのグループができましたから、忘れないように、えー、名前変更して、ついて、というふうにしておくと、このように、うん、と簡単に、視認性が高くなりますね。で、次に、じゃあ、ここからここまでがグループ化して、今度は、 えと名前を変更して、えー、と例えばんでしょうね、えーと、会社概要とかのことを説明するのがこれだけ。で、次に、えー、これがグループ化して、名前変更して、お問い合わせというふうにしておけば、このように、えーと、こういうふうにグループ化されますし、えー、とここの中身ごとに えっと、それぞれ編集ができるようになって分かりやすくなるかなと思います。えっ、ー、と、こういうふうなやり方をしていただくと非常に便利かなと思いますので、ぜひ、えー、このやり方をやってみてください。はい。えっ、ー、と、あとはね、えっ、ー、と、画像のキャプチャーのコピペもできますので、そこもちょっとお伝えしていきましょうか。えっ、ー、と、例えばですね、ここの今の画像を撮りたいとなったときに、ここをスクリーンキャプチャーして、もしくは画像をコピーするをして、えー、ここで、 コマンド V。えっ、ー、と、貼り付けですね。画像貼り付けてやると、このように画像が貼り付きます。で、これはもうすでに画像としてアップロードされています。えー、ので、えっ、ー、と、こちらの画像はですね、ちゃんとメディアライブラリー上のここに、えっ、ー、と、アップロードされますね。今ちょうどいいんで、ここのなんか、たくさんの画像が出てるところをコピペして、えっ、ー、と、そうですね。ここの下にしましょうか。ここの後に追加して、ここでコマンド V で貼り付けると、えー、このように。 画像が貼り付きます。そして、この画像がもうそのまま使えますから、えっと、このようにしていただくと、非常に、えっと、便利に、えー、かつ簡単に画像もアップロードできますので、ぜひこれも利用いただければなと思います。はい。とこのあたり、詳しくは、あの前回のワークショップでご紹介しておりますので、よろしかったらこちらご覧になってください。はい。えっ、ー、と、ここまでが、うんと、ブロックエディターの、うん、と便利な使い方でした。 はい、こんな感じで進みますけど、よろしいですか <laughs> よろしいですかはいえーと。ではですね、次の内容に進みます。えー、と次はですね、えー、と今、クラシックエディター利用されてて、これからブロックエディターに乗り換えたいわっていう方についての、えー、とご案内ということになります。ちょっと、えー、ここは えっと、お仕事で利用されている方向きかなと思うんですけども、一応ご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、まず、クラシックエディターを利用されているサイトって、このように旧エディターっていうふうに記述があるはずです。これは何かっていうと、えっ、ー、と、もともとクラシックエディタープラグインが有効化されているから、えー、クラシック入力枠ができているってわけですね。で、なので、クラシックエディタープラグインが有効化されているはずです。で、えっ、ー、と、じゃあいざ、 これから先私はブロックエディターを使うぞってなったとします。もしくはお客様が、えー、じゃあこれから先ブロックエディターにしたいので、でも過去のエディター、過去の内容も編集したいから、それもなんとかできるかなみたいなパターンの時ですね。えー、その時には、まずこのクラシックエディターの、えー、と設定から、えー、とまあ一番緩やかな方法としてはここですね。えー、とユーザーに切り替えを許可させるっていうのがあります。そうすると、普段通り新規追加もできますけども、 えとそこからブロックエディターにユーザーが任意で切り替えれたり、えー、と既存の記事について、旧エディターでできてるけども、ブロックエディターでも編集ができるという形になります。えー、ただですね、こちらご覧いただくと分かる通り、えー、旧クラシックエディターあ、クラシックエディターで利用したものは、この一つのクラシックブロックっていうものに変わってしまうんですね。で、この中身は全部一つの一色タのブロックになります。うん、で 一応こちらブロックに変換っていうボタンがあるんですが、これを毎回毎回全部に押さないといけないのがなかなか大変です。で、これをうまくやるプラグインっていうのが、ちょっと最近私見つけまして、これちょっと話したいなと思って今日これ持ってきてるんですけども、Convert to Block プラグイン、ブ l o c k プラグインっていうのがあります。これは既存の旧エディターで動いてる記事を全部ブロックエディターに うまいこと変換していくっていうプラグインになります。ちょっと特別な使い方で、有効化した後にコマンドを叩かないといけないんですけども、あのちょっといい感じに面白く動くんで、ちょっとそれをご紹介したいなと思って、今日ここでご覧いただくだけご覧いただこうと思います。詳しくはプラグインの使い方ご覧になってください。で、えっと、まず、クラシックエディターを無効化します。無効化しました。で、当然、こちら編集に行くと、このクラシックブロックだけがあるっていう状態ですね。 で、えっと、今ここにクラシックエディターで書いたのが1,2,3,4,5,6,7ってこのようにあるとシミす。まあ、本当百100記事でも1000記事でもあ,ったあ,るあるっていうこともあるでしょう。で、ここでこのクラシック、コンバートトゥブロック2を有効化します。えっと、これだけです。で、これだけで、基本的にはこの機能はクラシックエディターがどうかを判定し、クラシックエディターのブロックがあった場合に編集画面に入るとそれを自動的に、今わかります一瞬でクラシックエディター ブロックから、えーと、それぞれの適切なブロックに変わったのが分かったでしょうか。えー、このようなことをします。で、もうこの時点で結構すごいんですけど、えー、とこれを全部のでやろうと思ったら、じゃあ全部の編集画面開いて保存して、開いて保存してっていうのすごい大変じゃないですか。でこれも一括でやってくれる機能が成り立っています。えー、と具体的には、この プラグインを有効化すると、これちょっと黒い画面で WPCLI の都合なんで、わ、えっと、かる人だけついてきていただければと思いますが、この一括できるコマンドからですね、WP Convert to Blocks、ストップじゃなくて、スタート。スタートってします。でスタートってすると、おっしゃ、分かった、やるでって言って、とりあえず、 この URL を開くんやっていうのが出てきます。そして、全体で21記事あって、今現状、今から始めるでっていうふうに書いてあります。で、ここでリンクを開くをクリックします。えー、そうすると、1個ずつ開いて閉じて、開いて保存して閉じて、開いて保存して閉じてが実行されます。やってみます。はい。えっと、はい、今分かります。3、4、5、6、5、7。はい。これ今何がどうなってるかっていうと、ブラウザーが勝手に えとこの命令に従って、記事を開けてはブロック、クラシックエディターからブロックエディターに変換して保存するっていうのを全部のところでやってます。んとこの、はい、これだけです。今、これで21記事分が変換されました。えー、なので、えーと、こちら全部んと、クラシックエディターで編集されてたものが全部このように、えー、とブロックエディターに切り替わっているという形になります。 すごいですね。<laughs> すごいですね。はい。えっ、ーと,えー、と、っていうのがありますので、よろしかったらご覧になってください。あの、ちょっとこれは、あの、業者向きというか、あの、仕事向きの内容でしたが、よろしかったらどうぞ。はい。ということで、えー、ここまでがブロックエディターとクラシックエディターの違い、そして、それらの、えー、移行方法みたいなところをお伝えしました。ここまでよろしいでしょうか。 ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、クラシックテーマとブロックテーマの違いというところへと進んでいきたいと思います。はい。えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、急にまた新しい似たような言葉だが、別の内容が出てきます。えっ、ー、と、クラシックテーマとブロックテーマ、待ってましたって言われてる。ありがとうございます。そうか、こっちの方がメインやったのか。<laughs> あでも、ちょうどよかったですね。全体で1時間半で、今30分経ったんで。はい。えっ、ー、と、 今度はワードプレス5.9よりブロックテーマというものが加わりました。えー、そして、これまでの変化と同様ですね。これまでのエディターがブロックエディターが出たときにクラシックエディターと呼ばれたと同じように、ブロックテーマが出てきたから、その代わりに今までのテーマのことをクラシックテーマと呼びましょうというようになったという形です。うん、まず名前の理解としてはこれだけです。なので、 おそらく今皆さんが使われているテーマのほとんど全ては、えー、クラシックテーマになったと。要は今まで自分がテーマと思ってたものはクラシックテーマという名前に変わったんだなっていうふうに思ってください。それはなぜかというと新しいブロックテーマというものが出てきたからです。はい、で、えー、今後、えー、全体の流れとしてはブロックテーマに主流としては変わっていくと考えられます。ただ えと今時点で先ほどのアンケートにあった通り、だり大体8割ぐらいの人がブロックエディター2割の人がクラシックエディターっていうのがありましたで、えー、とブロックエディターが実際にローンチされたのって2018年の末なんですよねで今年2024年ですから、えー、56年違う7年ぐらい8 9 1 0 1 1 1 1 2 1四八4 8年7年ぐらいかかってるってことなんで 多分それぐらいの時間は全体としてはかかると思います。ただ、えー、順々にじわりじわりとブロックテーマに支流は変わっていくかなと思います。そして、まだ過渡期で変化のスピードも速いですし、えー、これから先に実装されますよっていう実験的な内容とか、えーと、まだ今は実装できてませんっていう内容もありますが、それでも便利なところがたくさんありますから、そのあたりを今回はご紹介していきたいと思います。はい。 えでは、それにつきまして、クラシックテーマからまず見ていきましょう。こちらは、いわゆるもう普通のテーマと思っていただければと思います。うん、PHP が中心で、テンプレートは PHP で記述がされています。えー、と具体的にお見せすると、例えば、これですね。2012とかはまさにそういうテーマですけども、えー、とこういった形で、うん、とヘッダー PHP とかね。 PHP とかインデックス PHP といったようなものがありますという形ですね。このように全ては PHP のテンプレートとしてできているというのが分かります、うんえーと。これが今までのテンプレートでしたし、これがテーマでした。はい、そして、編集には PHP の知識が必要ということになるわけですよね。はい、うんと で、メリットは、うん、と一応これ、今回、クラシックテーマとブロックテーマの違い、それぞれのメリット、デメリットというふうにお伝えしましたので、メリットで言いますと、あの、まあ、もう慣れてる方であれば、既存の知識が活かせるため、えっ、ー、と、学習コストが低いというのが何よりもだと思います。そして PHP が直接書けますからね、えっ、ー、と、ま、なんとでもなるというか、まあ、ほとんど HTML みたいに書けますから、えー、そこで、えっ、ー、と、どんどん書いていくということが可能です。 ただ、まあ、デメリットとしては PHP 自身の、えー、と知識は少なからず必要になるということが、えー、クラシックテーマのメリットとデメリットかなと一応させていただきました。えー、これについてはいやいや、ここはこういうメリットが、ここはこうこう、どういうデメリットかっていうのがおありの方もあるかと思いますので、もしよろしかったらコメントいただければと思います。えー、それに対してブロックテーマっていうのは、えー、PHP 中心ではなくてブロックが中心という形になります。そしてテンプレートはですね、PHP で記述もせずに エディターを使って記述もせずに管理画面で作ります。ワードプレスの管理画面で作ります。そして、えー、具体的には必要に応じてブロックを開発しますという形になります。ほほーって感じでしょ <laughs> えっと、見たことない方にご覧いただくと、えっと、こちらが、うん、と2024のテーマの、えっと、ファイル群になります。えっと、ここから、えー、ここまでなんですけども、 うんと何やら、インデックス PHP がないですね。そしてヘッダー PHP もないです。いや、でもテンプレートのところにあるんじゃないと思っていくと、えー、HTML のファイルがあるんですね。うん。<laughs> HTML ってなります。そしてインデックス HTML を見ると、えー、このようにですね、何やらこれは HTML のコメントアウトされたコメントの内容がめっちゃ書いてあって、 まあ途中にメインっていうのはあるんですが、えー、と今まで慣れ親しんだザ・タイトルとかザ・コンテントとか、えー、そういったものが全くない状態になってます。<laughs> ワンですね。ページについてもこうです。なんかご存知の方、テンプレート階層、テンプレートヒエラルキーをご存知の方はテンプレート階層をご存知だと思うので、あなんとなく404の時は 404HTML なのかな記事の詳細はシングルだからシングル HTML が使われているのかなっていうのはリークです。 想像できるかもしれませんが、ただ中身のコーディングは全然やったことないやつだなってなりますね。はい。これが新しいブロックテーマです <laughs>。そして、スタイルには JSON がいっぱいあり、パターンには PHP があるが PH、PHP の中身も知ってるようなものではなくて、やっぱりこの HTML とコメントが並んでいるものになっており、パートを見ると、あっ これ HTML じゃん。だけどヘッダーフッターだからあのヘッダーで WP ヘッダーって書いてあるに違いないが書いてないみたいなことになります。はい。これが、えっ、ー、と、ブロックテーマです。で、えっ、ー、と、今いっぱいハテナがあると思いますが、ちょっとだけ話をそのまま進めさせてください。えっ、ー、と、メリットは、えー、PHP の記述さえも不要になりました。そして手早く管理画面からサクサク作れるようになったというのが あの非常に大きなメリットとなっています。えー、逆にデメリットとしては、ブロックに依存する部分が多いとか、えー、既存のブロックに対して、えーと、より知識があった方がやりやすいとか、本当に必要になってくるとカスタムブロックの開発が必要だよとか、えー、また今後もおそらく続くであろう変化について、えーと、キャッチアップをし続けないといけないというのがあります。まだ要は新しい技術なので枯れてない状態という言い方がいいかなと思うんですけども、えー、そういったテーマです。 はいえー、と今、面食らって、えっ、じゃあどうなんのこれ、どうしたらいいのっていう風になってると思いますが、初めての方は特に。えー、とご安心ください。あとで順々にご紹介していきます。はいえー、とでは、比較のためにクラシックテーマを利用した場合の制作手法はどういうものかということをまず一旦見ておきましょう。えー、クラシックテーマの場合は、まあ、おそらく皆さんやり方や内容は少しずつ違うと思いますが、大まかには、 まず、ご自身で作るオリジナルテーマなのか、それとも何かしら既存のテーマをもとに作るのかっていうところから始まるかなと思います。オリジナルテーマであれば、もう例えばご自身で作られた秘伝のタレとかっていうような、もしくは会社で脈々とあるものとか、前回作ったサイトみたいなものから参考に作っていくって方もおられるでしょうし、えっ、ー、と、アンダースコアとかっていうテーマもありますけど、いわゆるスターターテーマと呼ばれるような、比較的シンプルな えとクラシックテーマの元となるものからカスタマイズしていくという方もおられるかもしれません。あと、メジャーな方法としてもう一つあるのは、既存のテーマを元にカスタマイズするっていうことで、その時に既存のテーマを直接カスタマイズすると、既存のテーマのアップデートの時に消えてしまうので、えー、とじゃあそれのために、個テーマをまず作ってからやりましょうとか、えー、テーマはそのままにしておいて、プラグインを使ってそのテーマをカスタマイズしましょうっていうような手法が。 重かなと思いますもしこの他の方法でいや私こうしてますよっていうのがあったら教えてください。そして各種テンプレートはどうやって編集するかというとローカルの PC でテキストエディターを利用して編集していくというのが主かなと思います。そして、えー、とテーマとして編集できる部分一覧ページとか、えー、とヘッダーとかフッターとかシングルのテンプレートについては えー、エディター上でローカルの PC の中で編集し、コンテンツ部分については、もう最近はブロックエディターが使えるようになってますから、少なくともタイトルの下の本文部分については、ワードプルスのブロックエディターを使って入力するというのがポピュラーな手法かなと思っています。えー、と中には、うんと、コストを下げたり、なるべくもう HTML のコーディングをそのまま表示したいよということで、ページ h o p h p とか、えーと、シングルホゲ p h p みたいな形で直接 この PHP のテンプレートの中に HTML を書くことで本文を賄ったり、ヘッダーの部分を賄ったりするケースもあるかと思いますが、一応、できる限りコンテンツの部分がお客様でも誰でも編集できるというのがワードプレスのいいところなので、できる限りそのページ、保険の中身に直接コンテンツを書くことはせずに、できる限り本文部分は CMS を使って。 えっと、できるようにテーマを作られるといいかなというのが、えっ、ー、と、一応推奨というか、私はその方がいいかなと思っております。まあ、ここまでは一般的なクラシックテーマの作り方です。で、じゃあ、ブロックテーマの場合どうなんのっていうとですね、えっ、ー、と、まず一番最初、オリジナルテーマから始めてみましょうかっていう話になりますね。<laughs> えっと、ちょっとこれ今日お見せしようかなと思って、実際オリジナルテーマ始めるとどうなんのっていうのをちょっとやってみたいと思います。 はいえー、と今、ホゲっていうテーマを作ってみました。テーマ内にホゲっていうのを入れたんですね。えー、とで、えー、とこちらにほげっていう、えー、とコメント。まあ、テーマの場合、これはクラシックテーマでもそうなんですけども、まずテーマ名をここに書くっていうのが一番最初にありますから、えー、ここでテーマネームを書きます。そして、えー、とりあえずこの状態で、うんと、このスタイルシートだけある状態でどうなるかを見ていきます。 外観に行くとですね、このように出ます。えっ、ー、と、ほげというテーマがあるけども、テンプレートが不足しているぞと。そして独立したテーマには、テンプレート、テンプレートスラッシュインデックス .html、もしくはインデックス .php が必要だぞって言われてます。えー、なので、おとなしくこれをやります。<laughs> やってみます。<laughs> えーっと。 ぶっつけ本番なんで何がどううまくいくかわかんないですけど、あ、フォルダーでしたね。ごめんなさい。えっと、フォルダーを作る。フォルダーでテンプレートを作ります。はいはい。で、新しいファイルでインデックス。html を作る。うん。作りました。はい。作ったよ。<laughs> で、リロードで。すると、お、一応、あの、できました。ほげテーマ。やったー。できました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これを有効化します。 有効化しました。で、えっ、ー、と、おもむろに表示。ってなると、えっ、ー、と、何も表示されないかと思いきや、結構いろいろ表示されます。うんと、少なくとも今、アドミンバーはもう出てますね。アドミンバーは出ましたね。ってことは、えー、この時点でワードプレスは勝手にインデックス HTML さえあれば、テンプレートの中に。えっ、ー、と、この中身はもうテーマだと決め打ちして、えー、ヘッダーの、えっ、ー、と、WP ヘッダーと WP フッダーは自動的に出力するようになったと。 いう形です、ねはい、おお、できた。そして、えー、ここからやっていきます。サイト編集します。はい。えっ、ー、と、今、ここの外観のところにエディターっていうのが新しくついたんです。で、ここで、えっ、ー、と、今、真っ白ですけど、ここからテンプレートの編集をしていきます。えっ、ー、と、今、ここにテンプレート空っていうのがあるから、これを編集したいですかねってやると、今、とりあえず空のものが出てきました。そして、ブロックエディターが開きます。うん。 ええと、じゃあ、んと、ここに、そうですね。何を、何を入れましょうね。表示。なんかあるんでしょうか。あ、ヘッダーってありますね。ヘッダー。よし。ヘッダー。えっ、ー、と、新規か選択はたります。新規。えっ、ー、と、マイヘッダー。<laughs> 今適当にやってますよ。ヘッダー。 入はい。おお、ヘッダーになりましたね。なんかヘッダーっていうのができたらしいです。おう。じゃあ、編集して、ヘッダーの中には何が入ったらいいですかね。えっと、サイトロゴ。サイトロゴ。はい、サイトロゴが入りました。で、えっと、この横にサイトタイトルを入れましょうか。いや、サイトタイトル、その下に入れてみましょうか。えっと、じゃあ、この後に、サイトタイトル。サイトタイトル。をできた。 で、えっ、ー、と、これを縦並びの中央寄せを、<laughs> いや、ダサいか。<laughs> 横並びにしましょうか。横並びにしました。はい。<laughs> 横並びにして、じゃあ次、ナビゲーションがあった方がいいですかね。えっ、ー、と、後に追加して、じゃあここにナビゲーションブロック、ナビゲーション。はい、ナビゲーションができました。で、えっ、ー、と、こっち側の、このタイトルとロゴは左側。 えっと、ナビゲーションは右側にしたいとしたら、えー、ここをグループ化して、えっ、ー、と、横並びの配置を、えっ、ー、と、横並びの配置をこれか、項目の間隔っていうふうにすると。はいはい。で、えー、これは横並びがいいかな。うんと、これは、えっ、ー、と、これから横並びに。はいはい。こうすると今、えっ、ー、と、 横並びブロックの中に置いて、えっ、ー、と、横並びブロックとナビゲーションが入り、最初の横並びブロックは、えっ、ー、と、一揃えで両端揃いになってて、えっ、ー、と、次の横並びブロックにサイトロゴとサイトタイトルがあって、ナビゲーションがあって、これでヘッダーができたと。おおできましたね。今、ひつねにつままれたような気持ちでいる方、大正解です。こうやって作っていくんです。<laughs> えっと、今、 えっとですね、ここでですね、テンプレートのインデックスにおいて、えー、ヘッダーができました。はい。えー、じゃあ次、フッターも作ります、みたいな形でやっていけます。うん、とじゃあ、あとに追加して、えっ、ー、と、プラスマークから、こうなって、確かフッターもありましたね。フッター。じゃあ、選択。ってなったら、えっ、ー、と、何もないんで、えっ、ー、と、フッターを、あ、フッターないのか。じゃあ、新規。はい。マイフッター。 フッターは段落でいいですかね。段落で。えっ、ー、と、コピーライトなんで、コピーライトって入れて、まあ、ここを中央寄せにしときましょうか。はい。これだけですね。で、これ全幅にしといて、えっ、ー、と、グループにしたいかな。編集して、えー、ここは、これをグループにして、はい、グループにしました。で、えっ、ー、と、ここの中身の、えっ、ー、と、さらにグループにしたらいいですか。グループ。 で、えっと、こうして、合わして、全幅にしたりですね。全幅にならないですかね。ならないですかね。まあいいか。えっと、背景これぐらい。はい、はい。これで振った後しましょう。け、OK、はい。っていうふうになりました。で、これで表示してみると、今、えっと、あ、と、外観のエディターの、 ページ。あ、今、フッターをせっかく作ったのに、フッターを入れてませんでした。<laughs> えっと、すいません。すいません。ちょっと手間取っています。えっ、ー、と、フッター、マイフッター。はい。あ、マイフッター保存されてなかった。残念。えっ、ー、と、ピライト。えっ、ー、と、これ中央寄せ。で、保存。はい。で、これで一応できたんで、できましたね。で、これで、えーと 表示してみると、ああ、今ここでヘッダーのコピーライトができました。っていう感じでやっていきます。ただ、まあ、めちゃくちゃ大変そうでしょ ?1 から作るの。はい、大変そうですね。なので、これはちょっと良くないなと思いました。私もやりながら。えっ、ー、と、でも、えっ、ー、と、それをやるの良くないんで、えっ、ー、と、既存のテーマから始めましょうよっていうのが今の主流かなと思います。うん、はい、安心してください。大丈夫です。2024があります。はい。ただ、もうこれでね、 いきなりなんかすごいできてますね。すごいできてる。<laughs> えっと、ここから始めるのがいいかなと思います。で、その時にあの、このままこれをテーマをカスタマイズしてもいいんですけども、えっと、今はこのクリエイトブロックテーマプラグインというのを使って最初に複製するのがいいかなというふうに思っています。あの、えっと、テーマを編集した時のデータが えと基本的にはデータベースに保存されるんですけども、それだけだとちょっと心もとないというか消えちゃったら困るので、えー、と実ファイルとして欲しいなってなった時に、その実現をしてくれるのが、この Create Block t e m グ Plugin ということになります。これ名前がややこしいですけどね。えっ、ー、と、これはプラグインです。そして、このプラグイン Create Block t e m グ Plugin を、えー、と有効化しますと,、えー、と、この外観の先ほどのエディターのところにおいて、 うん、編集のところに、ここで、えっと、テーマを作成っていうメニューが出てきます。ここですねここ。テーマを作成。で、複製したテーマっていうのができます。これをクリックすると、今の既存テーマ2024を元にした、えー、自分のテーマを改めて複製できます。うん、じゃあ、ここはメガネ。メガネ TT4 でします。で、これでテーマを作成でします。そうすると、 テーマ複製に成功しましたよ。エディターがリロードされますよっていうふうに出ます。これで OK を押します。こうすると、これだけです。これで、どうなったかっていうと、外観において、今、えっ、ー、と、ここですね。TT4 を複製したメガネ TT4 っていうのが出来上がりました。こちらをもとにやっていくというのが一番楽でいいかなというふうに思っています。はい。で、今、面らって難しいってなったと思うんで、えっ、ー、と、 これをやっていきたいと思います。じゃあ、今度、1からじゃあテーマ作るときにどうすんのってなると、えー、とかなりいろんなことが、えー、とブロックテーマでできるようになりました。で、ここからはもうちょっと簡単にできるよっていうことをご覧いただきたいということです。えー、とメガネ TT4 は個テーマですかえっ、ー、とですね、個テーマではなくて、単純に複製してますね。えっ、ー、と、この、うんと、ちょっと待ってくださいよ。 WP コンテンツのームスあ、ここですね。ここ。えー、TT4 の上にメガネ TT4 っていうのをフォルダーとして完全にありますけども、要はこれをコピーして作ったものという感じです。えっ、ー、と、現時点において、その個テーマって既存のテーマの追従ができるのがいいところって感じなんですけども、えっ、ー、と、何回やってる限り、個テーマを今作るのは、 なんかこううまくいきにくいなっていう感じがしてまして、えー、とカスタマイズする時には複製してしまって独自に作るのがいいかなというふうに考えています。はい。というのがそのテーマの元手からかなりガラッと全部変えてしまうのでそもそものそのテーマを引き継ぐことの意味合いがあんまりないのかなという感じです。ただこれは今のところの私の推奨のやり方という感じです。はい。では、えー、とやっていきたいと思います。でですね、えー、とまずは 一覧を見ましょうか。うん。その方がいいですね。えっと、外観でエディターに行くと、あとここにスタイ、テンプレートがいっぱいあるのがわかります。これは、レイアウト、グリッドじゃなくて、テーブルとかにしたらわかるかな。はい。えっと、テンプレートとしてこれだけあります。えっと、インデックス、すべてのアーカイブ、ブログホーム、ページ404、検索結果、個別ページ、個別投稿、固定ページというふうに。まあ、なんとなく、 テーマを作ったことのある方であればわかるかなと思います。えっ、ー、と、アーカイブ用のテンプレートとか、ホーム PHP 用のテンプレートとか、404とか、えー、サーチとか、シングルとか、ページとかってことになりますね。で、アーカイブってとこに行くと、このように、うんと、記事の一覧が並んでいるのが分かります。えー、ここから作業されるといいかなというふうに思います。えっ、ー、と、ここですね、うんと、こういうふうになってて、うんと、この中身を見てみると、 えとブロックの中に動的なものが入っているという認識ですね、えーと。テーマ作ったことのある方だったら分かるかもなんですけども、例えばここ、えー、とこのクエリーループっていうのがメインクエリっていうものを操作します。要は URL ごとに取得する内容を、えー、と記事として取ってくるものですね。ここのテンプレートからクエリ継承っていうのがメインクエリを取得するものという形になります。そして この中のテンプレートの投稿テンプレートにおいて、アイキャッチと、ここにタイトルと、抜粋とスペーサーがあるという形になっているので、この並び順のおかげで、こちらの部分が一つの記事ごとのデータが形成されており、あとは、ここの投稿テンプレートが記事がある分だけ、ここで繰り返しループされて表示されているという流れになっています。ので、 今までだったらできにくかった、例えばアイキャッチを下にして、縦積みをこのテキストを上にしようというときには、もうこれを下にずらすだけです。こうすると、今、えっと、わかりますかね。えっと、全部のテキストが上に行って、アイキャッチが下に行きました。当然、これやな、直すと全部のところで内容が変わります。えー、また、タイトル部分を、じゃあ、中央寄せにしようってなったら、中央寄せにする。 こう,ですね、こうすると、今これで全部のところが中央寄せになりました。えー、さらに、ここのアイキャッチのアスペクト比を今3対4の瀬長になってますけども、例えばこれを横長の16対9にしようと思ったら、これで全部が出来上がります。えー、さらに、こいつについて、角丸にしようかなと思ったら、角丸にすれば、角丸になります、うん。ちょっとすごくないですか <laughs> 左寄せ。 でそうですね、えっと。じゃあ、ここのうーんと抜粋分は、まあ、なくてもいいかってなった場合には、これを削除します。削除。ってやると、これでもう内容は消えました。うん、っていうように、えっと、これまで PHP でないとできなかったところが、えー、簡単にかつ柔軟にできるようになったのが、えーと、このブロックテンプレートのすごいところです。 うん、保存っていう風にすれば、これで、えっと、今変わりましたので、うんと、ここで投稿のカテゴリーからカテゴリーの一覧を表示してみると、えー、このように、今アイキャッチないからちょっとアイキャッチ出ないんですけども、えーと、内容が抜粋分がなくなっているのが分かるという形ですね。えー、そして今これ3列になってますけども、じゃあこれ2列にしようと思ったら、えー、ここのクエリーループブロックの中の 投稿テンプレートにおけるカラムが今3になっているのを、これを2にすると2列になります。で、2列にしてリロードするとこっち側も2列になっているという形です。うん、<laughs> はい。っていうように、えっ、ー、と、ダイレクトに、えっ、ー、と、ここの内容が 変更できるようになりましたということをまず覚えておいてください。そして、あとはもう順々に、順番に、上から順番にやっていくのがいいかなと思います。えっ、ー、と、まずはエディターに行って、えっ、ー、と、スタイルから始めるのがいいかなと思いますね。スタイルにおいて、TT4 はあらかじめスタイルがあります。えっ、ー、と、こうやってポチポチをしていくと、まず色が変わります。うん。まあ、これだけでもだいぶ見栄え変わりますけどね。 えーとそして、これを自分で変更することも可能です。えー、とここの目のマークを押すと、ここに、うんと、こうやってスタイルブックっていうのが出てきますね。各、えー、とブロックだったり、内容ごとの大きさや形、デザインを決められるというものも出てきます。はい、そして、普通の画面にも戻せるという形ですねで。ここから文字を決めていくのがいいかなと思います。タイポグラフィーの中に置いて、 えー、フォントが選べますので、フォントを自分で選ぶこともできますね。例えば、n サンズ、図。n o t サンズでえっ、ー、と、日本語のフォントがありますけども、日本語でも対応した Google のフォントがありますけど、これノトサンズ入れるぜってなったら、これと400のノトサンズと,、えー、と太字の700のノトサンズをインストールするだけです。これでノトサンズがインストールして使えるようになります。ここに今入りましたね。そして、 えー、テキストの内容について、フォントをノートサンズに変換。保存、えー、さらに、えー、見出しも何もかも全部ノートサンズに変換します。変換。ですると、これでノートサンズの文字になりました。えー、そして、ここの中身はそうですね。今日も一日頑張るぞ。えっ、ー、と、私のブログ。えー、私について。 っていうふうにしましょうか。で、これは、じゃあ、アバウトかな。アバウト。まあ、サンプルページとしましょう。これでリンクができましたね。えっ、ー、と、で、ここのパーツは、そうですね。使わないから消しちゃおうかな。えー、削除。削除。はい。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、私について。で、えっ、ー、と、ここね。 こうやってメガネですよ。えっ、ー、と、ここそうですね。うんと、逆がいいんで、画像が左側にしてみましょうかね。で、こっち側は、今度は逆にして、こうしてみましょうか。とか。っ、え、て、ー、いうのができます。そして、黒はちょっと怖いんで、えっ、ー、と、黒が怖いないや嫌だなってことで、えっ、ー、と、背景は、えっ、ー、と、これぐらいにしましょうかね。うん、この方がいいかな。 でテキストの色は黒色に、えー。これも黒色に。っていうふうに、えー、とこうやって見ながら、えーと、お好きなように変更いただけます。で、えー、とこれで保存しましょう。保存ですね。はい、保存したら、えーと、トップページを見てみます。トップページはもう今私が変えた通りの内容に変わってます。うん、なんか、すごくないですか <laughs> すごいような気配を感じるでしょ えっと、このようにして、えっ、ー、と、まあ、これ辺もちろんなれば必要です。順々にやっていかないといけないんですけども、あの、これがブロックエディターというところです。はい。えっ、ー、と、ちょっと専門的になりますが、サブクエリも本当に簡単に追加できます。これが、クエリーループブロックっていうのがループを作るんですが、えっ、ー、と、これをテンプレートからのクエリの継承ではなくて、例えば投稿の最新順からとか、 えとあとはフィルターで、えー、とタクソノミーのカテゴリーにおいて、えー、何かしら特定のカテゴリーのものだけ出すっていうようなこともここで簡単に設定ができます。お知らせでね、なんか特別なお知らせだけ出したりとかありますよね。そしてここで、えー、と痴漢っていうのを押して、えー、と今は最新の一覧が、えー、とここですね、投稿テンプレートで、えー、とここ。 文字だけの内容になってますけども、えー、ここの内容もあらかじめ準備されてるものがいくらでもあるので、えー、痴漢の中において、例えばそうですね。えっ、ー、と、なんかちょっと見栄えの違うもの。あ、まあこれにしましょうか。画像とタイトルが横に並んでるものにしてみると、えー、こうすればこういうふうになります。うん。で、これが、えー、と今3件しかないんで10件とかにしておいて、えっ、ー、と、文字サイズはもうちょっとちっちゃくした方がいいんで、これぐらい。 で、えっと、これだけだとちょっと味気ないんで、この下にじゃあ日付を出そうかなとかって、前がいいですかね、うん。日付。やると、これで投稿の日付が表示されました。うんうんえー、このように、うん、非常に簡単に好きなものが好きなように配置できて、好きなように設定できるというのが、えー、ブロックエディターということになります。 はいえー、と今、ちょっとこのようにご覧いただきましたが、えー、こういったものを利用して、今はテーマを作るという形になっています。えー、そして、その中で重要なのは、テーマ JSON というものになります。えっ、ー、とですね、この、えー、と今ここで設定したテーマのこの色合いとかですね、色合いとかの、えー、とデフォルトの設定値のすべてを司るのがるのが、えー、ここの、 テーマジェイソンというものになります。まあ、ここ TT4 だったらもう元々から準備されているんですけども、えっ、ー、と、コンポーネントとか、スタイルガイドとか、えっ、ー、と、そういったものを、あの、ご覧になったり、えっ、ー、と、これまでに設計されたことの終わりの方はおられるでしょうか。えー、まさにそれが、この、これになるんですけども、要は、特定の、うんと、この見栄えにおいて、 フォントサイズや、えー、それぞれのボタンのデザインや、えー、とこういったものを先に決めておくと後からブロックをどん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 と並べただけでデザインにできるよねっていうのが、えー、と昨今のウェブサイトの、うん、ウェブアプリケーションも含めたウェブでの表現の一つの手法としてあります。でこのル、えー、ルール群を先に決めて このルール群を先にデータとして持たせてから作業を始めると、あとはもうきれいにこういうデータがあるので、あとは単純に並べていくだけでコンテンツが出来上がるよねっていうような手法を基本設計として持っています。その設定の内容を司るのがこのテーマ JSON というものになります。で、今これを覚えるのは必要そんな,なくて、今ここでテーマをいろいろといじりました。 で、自分の色合いとかテーマの設定をしました。そ,その後、えー、テーマの変更、保存っていうふうにして、この内容を保存すると、今、えっ、ー、と、私が設定した内容がすべて、えっ、ー、と、クリエイトブロックテーマの機能によって書き出されます。どういうことかというと、今、えっ、ー、と、保存した TT メガネ4ですね。の中のテンプレートの、えっ、ー、と、アーカイブかなにおいて、うんと、えっ、ー、と、 あ、アーカイブじゃない。えっと、ホームか。これですね。あ、ほら、ここに、今日も一日頑張るぞっていう記述ができましたね。えー、私のブログっていう文字列もあります。えー、このように、ここに直接書くんではなくて、流れとしては、こちらで書いて、クリエイトブロックテーマの機能を利用して、ここでテーマとして保存するという形にするのが、えっ、ー、と、今のブロックテーマでの 制作の流れといいう,うに一応私は考えています特に複数人で作業するときにはテーマファイルを持ち合わせて共同編集した方がいいのでこういうのがいいかなというふうに思っていますね。えー、ここで色合いをプラスして例えば赤がキーカラーのサイトだった時に、えー、ときにメインレッドみたいな、まあ、プライマーカラーとかでもいいんですけどもメインレッドにしますで。今後これをメインで使っていこうというようなことだったときに、まあ、例えばボタンの色とかを うんとえー、とブロックのボタン、ボタンですね、の要素の背景の色は、えー、と必ず赤にしようみたいにするとして、実はこれ今全部赤になりましたけど、これで、えー、とブロックエディターで保存されますね。でこれを、えー、と書き出します。テーマへの保存をします。えー、こうすると、この結果、今スタイルとして保存された色が、えー、ここで今デフォルトの方に入りました。 カスタムだったものがデフォルトに入りましたね。これはどういうことかっていうと、カスタムでデータベースに保存されていた色が、クリエイトブロックテーマを使って保存したことで、テーマ JSON 側に入ったということになり、このカラーパレットの中において、えっと、インレッドどこ行ったえっと、あ、これですね。 メインレッドという色合いが、えー、と今設定されて、えー、これ自身もテーマ JSON によって書き出されてます。テーマ JSON に書き出されてます。えー、このように管理画面で保存書き出しあ設定して、それをテーマブロックテーマプラグインで書き出してやっていくという形です。でただ、これが100%じゃないです。でえー、とテーマ JSON で直接書かないとできないこともあります。 ということで、えー、とそれを、えー、頑張って、えー、と全部、えー、と信じられないと思うんですけど、うん、テーマジーソンの設定ってめちゃくちゃあるんですけど、その全部の設定を上から順番に並べて、えー、と作ってくれたのが浜野さんの、えー、とこの記事になります。そしてバージョンごとにできることが増えているので、その追従を全部してくれていて、 えと私は最近になって結局ちゃんとしようと思ったらこれテーマ JSON 全部やらないといけないわってなって、えー、とその浜野さんの見ながら1からもう一回やり出したりとかしてました <laughs> えと今これ私の少なめなんで分かると思うんですけどパレットではブラックっていうのだけを1個作っただけですねで、えー、カスタムのレイアウトにおいては通常幅は800幅広だったら1200にしようとで、えー、とスペースのところは t t 4をそのまま取ってきてますねで えとあとは、ここで、Adobe フォントのフォント設定を使いたかったので、フォントの設定をしていたり、あとはフォントサイズですね。ここも、これもね、レスポンシブの時のね、画面幅に応じてフォントサイズが変わるっていう、クランプでしたっけっていう CSS があるので、それに乗っとった書き方をするとこんな感じになったりします。フィオールドサイズで MAX と MIN を決めて、元々のサイズ決めてやるみたいなのがあるんですけど、とかえいうようなことをやって、 自分で一生懸命やるということなんですけど、これなかなか茨です。最 <laughs> 初まだ必要ないと思います。はい。ので、あの、まずはやれるところからだけやったらいいかなと思いますし、最初は TT4 からやってみて、あの、いろんなものを書き換えたりして、やられるのがいいんじゃないかなというふうに思っていますというところです。はい。あの、今、質問だらけで、何にも分かんないみたいになってると思うんですけども、えっ、ー、と、先に進ましてください。 はい、で、えー、とじゃあクラシックテーマで今まで作っていましたその人々がどのタイミングでブロックテーマを作ったらいいのもうブロックテーマ使わないと死んじゃうのっていう質問不安がきっと終わりだと思います。で、えー、とそもそもまず互換性があったり簡単に移行できるかっていうと,、えー、と今見ていただいた通りでテーマ自体の作りが全く違いますよね。 でなので、既存のテーマをそのまま簡単にブロックテーマに移行できるかっていうと、そんなことはありません。えー、さらに、冒頭申し上げた通り、ページ -hoggphb みたいなテンプレートに直接コンテンツが書かれていた場合などには、それをもう一度ブロックに置き換えて、それを保存したり、コンテンツとして書き出したりして、それを元に作っていかないといけないので、その部分についてもなかなか手間がかかるかなと思います。 また、今回お伝えしませんでしたが、カスタムフィールドの部分も、もちろん、カスタムフィールドを表示するブロックを改めて作ったり、その提供してくれる機能のあるカスタムフィールド用のブロックを設定したりする必要が出てきますと。えっと、なので、ただ、まあ、本当に割とシンプルに作られているテーマで、かつ、コンテンツ部分の多くが、えっと、記事として、えっと、ワードプレスのデータベースの中にある場合には、比較的簡単なケースもありますと。 そして、今、ハイブリッドテーマといって、今お伝えしたテーマ .json ですね、の部分が、中には、クラシックテーマだけど、テーマ json だけ持ってるっていうケースもあります。この場合、テーマ json がある程度、そのテーマ全体のスタイルガイド的なものを内包している可能性がありますので、その場合は移行の助けになるかなという形です。なので、なかなか難しいかもしれない。なので、 えとブロックテーマの採用のタイミングは、まずはえと新規で比較的シンプルなサイトを作るところから、まずはされるのがいいかなというふうに私は思っています。特にそのご自身の何かしらこう趣味とか、ご自身の自分のブログとか、もしくはテストで何かやってみるとかっていうところから始められるのが最初は不安がなくていいのかなと思っています。また、お仕事で何かクライアントさんのサイトとか、ご自身の会社のサイトとかを えとブロックテーマ採用ということになるのであれば、えー、リニューアルのタイミングなどが一番いいかなと思っています。えー、また、えーと、そのリニューアルのタイミングとかできっとデザイナーさんの方と制作者の方とか、もしくはデザイナーの方が作業されて一緒につくあの自分で作っていくみたいなことがあると思うんですけども、その際にそのブロックならではのできることとできにくいことみたいなものがありますので、そのブロックの特性、つまりワードプレスとして 実現しやすいものと実現しにくいものえーとかを一緒に学びながらあ、あじゃあ本当デザインこうしたいけども、ワードプレス的にはこっちの方がいいからこっちがいいよねとか、ワードプレスだったらここの部分はこういうふうにすればデザインとして実現できそうだよねみたいなことを、コンテンツ作る人、サイト作る人、デザイン作る人みたいなものが一緒になって学びながら作れるチームだとあの非常におすすめかなというふうに思っています。 えっと、なので、この逆パターンですね、どうしてもこうギチギチに決まっていて、えっと、この形で、この流れで、このテーマで、こういうふうにコーディングして動いてないといけないんだっていうものの時にえっに、と、できなくはないと思います。全然できなくはない、何でもできるんですけども、そのブロックの特性が活かせないケースがあるかもしれないので、そこの部分は、えっと、従順にご検討いただいた上であで、ご利用いただければなと思っております。 えと最後にあの今後期待のポイントで私すごい気に入ってるシンクドパターンオーバーライトパターンっていうのがあるんでそこの部分をちょっと,えっと自慢げにご紹介したいなと思います <laughs>。これなんですけどもあのあとネームカードみたいなものってきっとありますよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これですね、こういう感じのもの。で、今これ見ていただくと、この わかりますかね今。この名前のとことか、プロフィールのとことか、近、近ってしてるのわかりますここ打ち替えられるんです。うん。で、ここも画像も変えられます。こんな感じですね。はい。で、これ、えっと、複製できます。複製できます。まあ、複製できるし、それはここ打ち替えられるよねって感じなんですけども、それ以外のとこ、実は打ち替えられないんです。えっと、ここの画像は置換できるんですけども、 他のところは、えー、と変更できなくなってます。で、これが、えっ、ー、と、同期パターンと非同期パターンの間みたいなものに載ってまして、こういう特別なオリジナルの、えっ、ー、と、ブロックみたいなものがあります。うん。うんと、どういうことか分かんないですよね。まだ分かんないですよね。で、えっ、ー、と、ここですね、ここの、例えば、うんと、ここの色合い、背景を、 えー、ピンクにか、これオレンジはちょっと濃いですね。オレンジの薄いのにしましょう。で、こう保存します。すると、えー、こっち側で使われてるすべてのところの色が変わります。うー <laughs> じゃあ、お名前は外国人の人のようにだったんで、ネームに変えましょう。プロファイルにします。で、保存すると、えー、とこっち側、このように変わります。はい。でも今 この共通部分のパーツは変わったんですけども、なので、ここの角丸やめて、角丸やめて、そこの代わりに、防線をちょっと入れる。防線を入れる。はい、入れました。ちょっと全然かっこよくないですけど、これで、これ全部変わります。はい。でも、中身の,この変更できる部分は変わらないっていうのが、えっと、今度のワードプレス6.6、次のバターンでおそらく 導入されるることになるであろう、えー、とシ,ンクドシンクパターンオーバーライドみたいな名前のもので、日本語の名前がまだ何になるのか私全然分かってないんですけども、半分同期半分非同期パターンみたいなやつです。で、これはあの今、詳しくご紹介しなかったんですけど、<laughs> ワードプレスにはパターンっていうものが機能としてあります。なんかある程度組み合わせたブロックを一つの便利な機能として使い回せるようにするってことですね。うん、パターン。で、 見出しとしてのああ見出しとしとての、えー、名前でこれがなんか名前そして、えー、と見出しの、えーとねえー、と好きなもの食べ物のでこれあ好きな <laughs> で、えー、とこれを、うん、とグループとして登録しますもしくはこれをあこれパターンとして作成できるんですでこれで、うん、と例えば うんとえーとね、人のデータ <laughs>。そして、えー、とこれ、同期パターンじゃないとします。はい、そうすると、これはこういうパターンになったので、えー、と次から、このセットを次どっかで呼び出したいな、別のページでも使いたいなってなったときに、パターンの中のマイパターンに今、人のデータがありますから、ポチッと押せば、えー、それが出てくるっていうのが、まず非同期パターンです。何も同期してないパターン。で え次に、同期パターンっていうのがあって、例えば、えー、とバナーとか、共通のお問い合わせとかがあったときに、じゃあ、これが同期パターンだとします。えっ、ー、と、何かしら、共通、あ、キャンペーンバナーですね。キャンペーンバナー。まあ、ありそうですね。キャンペーンバナーだとします。で、これはいろんなところでいろんな風に使いたいってなったときには、これをパターンにします。えー、パターンにすると、えー、とこれがじゃあ、バナー、キャンペーンバナー。 ババナナーーーとししししてて同期します、はい、同期期まますすははいいたのでででここれは、うん、といつどこで使ってもキャンペーンペなので、えっと、ここで、まあ、同じ記事内でちょっと分かりやすく貼り付けますけども、こういうふうにキャンペーンバナーを全部に入れたとして、これは完全に全部が同期してますから、この状態において、はい、投稿を表示します。投稿を表示して、今3つのバナーがある状態だとして、でこれのオリジナルを編集して、これの画像を えと違うものに変更します。でしょ、置換して、まあ、メディアライブラリーから、今度、じゃあ、人の顔に変えます。こうすると、今、めっちゃでかいですけども、あこっち小さすぎますね。で、こうすると、えー、今、共通されたシンク度パターンの内容がアップデートされたので、こっち側のリロードすると、これが全部、えー、と今、切り替わったって感じで、これが同期パターン。そして、この2つだけでも十分強力だったんです。 で、その合いの子で一部だけ変更できる、一部だけ同期できるっていうのが今の新しい機能という形になります。えっ、ー、と、これはですね、うんと、大丈夫私今動いてます大丈夫です。えっと、これはですね、やり方はですね、今後の新しいやつになるんですけども、この、まず同期パターンとして設定します。で、同期パターンとして設定したときに、うん その変更したい部分だけ、高度な設定からこの上書きっていうのを押すだけです。このこ,このプロフィールのところで、この高度な設定から上書きの有効化を押すだけです。そうすると、有効化されたものは上書きができる。有効化されていないものは上書きができなくて、共通パターンというものが作れるようになります。えー、と現時点においては、グテンベルクプラグインを有効化すると利用ができます。そして、まだ 見出しととと段落と画像とボタンこの4つのブロックにしか、このオーバーライズはできないんですけども、えっ、ー、と、おそらく将来的にもっとこれが良くなっていくというふうに言われてまして、こういうのが使えるようになると、いよいよカスタムフィールドの活躍する場所もすごく少なくなる気がしますし、今後のより良いブロックを利用したコンテンツ制作みたいなものができるんじゃないかなと、とても期待していますという感じです。 うん、あと、ちょっともう時間がなくなってきたんで、カスタムデータバインディングについては、よろしかったらご覧ください。えっと、これも段落ブロック、見出しブロック、画像ブロック、ボタンブロックだけかな、現状においては。えー、好きなデータをバインディングして表示できるというもので、これでカスタムフィールドの内容も実は表示できます。うんと、どういうことかっていうと、今、実はちょっとだけやってるんですけど、えっと、あ、そうですね。この、 ああ <laughs>。えっと、こんなんね、詰め込むからわけわかんなくなりますよね。この名前っていう、これカスタムフィールドですね。えっと、テストです。っていうふうにして、カスタムフィールドを入力したときに、えっと、その内容が、えー、っと、出るようになってます。あ、これは今、外観が違うからですね。えー、っと、えー、っと、どれでやったかっていうと、これ違うな。ほげじゃなくて、メガネ。こっちかな。 ああそうですね。ここに今出ました。えっと、これはカスタムフィールドの内容から出ています。えっと、ここの本部には何もなくて、ここのカスタムフィールドの内容が出ています。で、これは、えっと、カスタムデータバインディング API っていうのを使っていて、えっと、ちょっとここは、あの、まだ、えっと、UI がないので、えっと、実際にちょっと頑張って、コードを書かないといけないんですけども、な、え、ん、っとこんな感じですね。えっと、パタグラフブロックの中において、メタデータから、 えっと、ACF で今、今回入力しましたけど、そのキーとして、ヒューマンネームっていうのを取ってこいよっていう、まあ、特定の書き方です。これも、そんなに難しくないですね、書き方としては。これを書いて、あと PHP をちょっと書くと、えっ、ー、と、カスタムフィールドがバインディングできるようになります。で詳しくは非常に詳しいあの書き方が、このカスタムバインディングの、えっ、ー、と、メイクのワードプレスのところに載ってるんで、このまま、本当この通りに書けば全然書けますので、えっ、ー、と、もし、 ご興味のある方はぜひやってみてください。これもできたらできたで、うおー、助かるって感じです。<laughs> はい、<laughs> ということで、ちょっと駆け足でしたが、えっ、ー、と、このあとですね、これについてあの、今、この私たちも含み、どうやったらできるかなっていうのを考えながら、まあ、私もそうですし、その他の方もあの紹介してくださりながら、えーと、実際にフルサイト編集の作業をされている方がいらっしゃいます。 えと今日も、えー、と参加いただいてくださっている方もいらっしゃいますが、えー、例えばこちらの内容では、どうやったらいいかということで、クリエイトブロックテーマの内容があったり、こちらでは確か個テーマで作るのがいいっていうふうに書いてありましたかね。えー、との今ご紹介した、えー、とテーマ JSON はどうやって作るかとか、えー、CSS をどのように適用するかっていうようなものが書いてあります。河合さんの内容ですね。えー、とそして 私、これめっちゃ助かったのは、Google フォント以外の,の Adobe フォントとか使おうぜってなった時の書き方もあの丁寧に書いてあって、私、これであの無事に、こっちの今のサイトはですね、実はフォントが、これ今ちょっとしたら変わるんです。今変われたの分かりますかね明朝体からピャって変わるんですけど、これ Google フォントじゃなくて Adobe フォントを入れてまして、 えこういうのもできるようになったんで、これも非常にいいかなと思います。と、うん、ちあきさんの記事、フルサイト編集のテーマを作ってみてっていうのがありますので、このあたり見ていただくよろしいかなと思います。はい、えっと、散々喋りました。1時間20分。<laughs> すいません。あの、何かしら、本当ははけ足でごめんなさい。今日いっぱいいっぱいありましたから、あのー、わけが分かんないところもあると思いますが、えっと、一旦これで、うんと、今日の、うんと、 皆さんがまずは、えー、とクラシックとブロックが何が違うのか、えー、クラシックエディターとブロックエディター、そしてクラシックテーマとブロックテーマの何が違うのかっていうのがご理解いただけたとしたら、今日の,あの意味合いがあったかなと思いますし、なんかちょっと面白そうだな、ブロックエディターのブロックテーマちょっと触ってみようかなっていう方は、ぜひ TT4 から始めていただいて、えーと、あともうちょっと寄り気がある方はですね、うん、とこの クリエイトブロックテーマがあの空のテーマを作ってくれます。うん、とここで、えっと、えー、っと、外観のエディターですね。エディターのこの歯車のマークじゃなくてレンジのマークから空テーマ作成っていうのもできます。これがブランクって書いたらいいですけども、ブランクテーマを作ると、えっと、空のテーマが有効化されます。はい。で、非常にシンプルな あのがが出来上がりますテンプレート数も非常に少なくて、あのインデックス PHP、インデックス HTML だけですね。えっと、もしかしたら、TT4 ご覧いただいた通り、もう最初からある程度網羅されて、検索とか404とか、アーカイブとか、ホームとか全部ありますけども、 認識しやすいのでは、この TT4 の空テーマっていうのも認識していただくものとしてはいいかもしれません。本当に1つだけ、フッターとヘッダーのテンプレートとクエリループの中身で投稿テンプレートがあって、ぐるぐるしてるだけっていうことだけで、えーとまあ、当然、インデックス PHP ですから、全部のものが表示されますけども、っていうものがありますので、こちらから作業いただくでもいいのかもしれません。はい。ということであの、作業いただければと思います。うん。 ありがとうございます。ありがとうございます。あ反応が良くて何よりでした。じゃあ、ちょっと質問行ってみましょうか。質問あればいい、何かしら、えっ、ー、と、ありがとうございます。よかった。もうね、大体不安。<laughs> えっと、はい。じゃあ、ここからは質問です。はい。ありがとうございます。ちょっと2、3問、1個か2個ご質問したら1時間半になっちゃうので、そこで録画を止めさせていただいて、あとは、えっ、ー、と、お時間のある方だけ、ずっご参加いただこうかなと思っております。えー、一番上から行きましょう。 えと現在のブロックテーマでは複雑な漢方をどのように表現させるのが最善でしょうかいや、そうね、そうなんですよね。えー、っと、うーんと、そもそも、うーんと <laughs> ワードプレスのブロックのことを知ってるデザイナーさんなのか、知らないデザイナーさんなのかとか、えー、っともっと言うと、HTML のことですよね。見出しとか、もしくはレスポンシブとか。 えともしくはそのコンポーネントっていうんでしょうかあの見出しタグの上下の隙間とかボタンタグの上下の隙間はこういうふうになるよねみたいなものを、えー、とある程度あの理解されている方が、えー、と実際に、うん、と作業をしやすいことは間違いないかなと思うんですで、えーとまあ、言われてる中の一つとしてはもう複雑な漢方を最初から やめて、えーと、ブロックテーマでいきなり作り出して、えー、それを見ながら全部で見ていったらいいんじゃないですかっていう話もあるにはあるんですけども、なかなかクライアントワークでそうなることってないと思うので、だからこそ、あのより、えー、ともし制作者とデザイナーさんが分かれているとしたら、えー、そこの部分で、えー、共同関係というか、もしくはもう本当、お客様も含みなんですけども、あの一緒になって、一番どうしたらいいかねっていうのを考えられるような形が。 いいんじゃないかなとは思っていあの別に究極の問題としてあの例えば HTML ブロックってあるですよ。うん。えっとここの中に、えー、と別にここの中においてえっ、ー、とここのじゃあヘッダー部分の下の直下の部分においてはどうしても複雑な内容があるんで。 じゃあ、ここにはもう最初から HTML ブロックを入れましょうみたいにすることもできますし、例えば PHP の動きを入れたければ、ショートコード、ショートコードブロックが入れられますから、つまりここがショートコードや HTML が入れられるっていうのは、イコール、好きなカスタムコードが入れられるっていうことになりますよね。ので、それはそれで、そこの部分がそっちが重要だったらそれはそれで良いのかもしれません。ただ、これって、その、 ページハイフォン、ほげ、PHP みたいなので、がっつりコーディングされてるのと、そんなに変わらないので、その、どこにメリットを感じてもらえるのか、えー、それが見栄えの本当に素敵さとか、動きの複雑性だったら、あとブロックエディターを一生懸命使わなくても、そこはもう固定したものでやってもいいのかなと、私は思いますけども、ここはもう本当、えっ、ー、と、状況とか、お客様の望まれているものとか、えー、こちらでやりたいこと次第かなというふうに思っています。 私個人の見解ということを付けてください。<laughs> お願いします。はい。で、次、ワードプレスは現在、どのような最終形を目指しているのでしょうか。えっと、これにつきましては、もう一言、ユーザーが目指しているもの、ユーザーがより簡単に作れるものを目指しているっていうのが、ワードプレスの一番のとこなんじゃないかなと私は思っています。それは、えっと、開発者のためにあるものではなくて、 ワードプレスを使う人、つまりパブリッシュの民主化っていうのがワードプレスの掲げている目的ですけども、誰もが、えっ、ー、と、表現をウェブ上でできるっていうことですよね、えー。そのために、じゃあ、より素敵なデザインを作れるインターフェースとして、ユーザーさんにとって簡単なものは何かっていうものを目指して、そのためにワードプレスはずっとやっているんじゃないかなと思っています。より使いやすく、より、えっ、ー、と、より、なんでしょうね。 高機能でより素敵に、そしてたくさんのプラグインや、えー、とエコシステムやコミュニティを使ってっていうもので、えー、と基本的にはその利用者のことをずっと見ていると思います、うん。なので、ユーザーさんにとってはひたすら便利になり続けていると私は思います。あのただ、その開発者にとっては、これは何でしょう、昔の馬車から車になったときぐらいに、本当にただあの、えーと、シャーシがあってエンジンがついてて、 ハンドル回すとタイヤが回ってた時代から今って全部が電子制御になって実はハンドルと車輪は全然つながってなかったりエンジンもほとんどマイコン制御になっててエンジンを直したとてマイコンが動かなかったらうまく動かないみたいにユーザーさんにとって車は使いやすくなってますけども技術者開発者にとってはどん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 難しいしかも新しいさまざまな技術が集まって車っていうものになっているっていうことに近いのかなと私は思います。 じゃあ、このぐらいでお時間なので、えー、一旦ここで、えー、と録音はあ、録画は済ませていただいて、もしあのもうここでちょうどお時間ですしね、もうあの退出される方は退出していただければと思います、えっと。お付き合いありがとうございました。一度録画を停止いたします。